おうち時間を楽しむために、今回は簡単にできる巻き寿司を友人の割烹料理のプロにレッスンしてもらいました。3種類の巻き寿司を作っていきます。サラダ巻き、洋風巻き、飾り巻きをしていきますので、最後までご覧ください。まずはだし巻き卵を作っていきます。我が家には卵焼き器がないので、フライパンでやります。焦げないように注意。ご飯もお好きな量を炊いておいてください。綺麗な形になるように巻きすで巻いておきます。しっかり余熱が取れたらカットしていきます。それではサラダ巻きと洋風巻きの材料を紹介します。サラダ巻きはカニカマ、レタス、ツナ、だし巻き卵、マヨネーズです。洋風巻きは生ハム、大葉、クリームチーズ、サーモンです。サーモンには軽く塩を振っておきます。ご飯が炊けたので酢飯を準備します。目分量で入れましたが、ご飯の量に対して1割のすし酢の量がベストだそうです。切るように混ぜていきます。先ほど作った酢飯を3分の1取って、桜でんぷんを混ぜます。これは飾り巻きで使います。酢飯を人肌くらいまで冷まします。乾燥しないように濡れタオルをかぶしておいてください。巻き酢の裏と表は竹の表面を表にしておきます。ここから巻いていきます。糊は縦線が入っている方を自分の方へ向けておきます。巻き酢の上に糊を置くとき、自分の方のキワキワで置きます。ここからが本番です。手のひらいっぱいに酢飯を取ります。上2センチ手前に酢飯を置いて横に伸ばしていきます。手で壁を作り、全体に酢飯を伸ばしていきます。なるべくお米を潰さないように。きれいに巻けるコツは、上2センチは何も乗せず残しておいてください。糊の端や角にもしっかり広げます。こんな感じ。まずはサラダ巻きから、レタスを手でちぎって並べていきます。だし巻き卵を置いてカニカマを並べます。ツナは上に置くようにして並べていきます。最後にマヨネーズをつけます。それでは巻いていきます。巻くときに具材を軽く押さえながら、上にセンチ残している手前まで持っていきます。強く押さえすぎるとご飯が潰れてしまうので、軽く押さえましょう。2センチ残しているところをしっかり巻き切って出来上がり。次は洋風巻きです。サラダ巻きと同様、具を並べていきます。サーモンとクリームチーズ、生ハムは最強。次は飾り巻きです。のり1枚を5等分に切り分けます。した糊に桜でんぷんを混ぜた酢飯を薄く伸ばし巻いていきます。ご飯をたくさん入れると巻きにくいので、まんべんなく薄く広げるのがコツです。
のでしっかり巻きます。これを同じように5本巻いていきます。5本すべて巻き終わったら、巻き簾の上にラップを敷いて酢飯を広げていきます。広げ終わったら、巻いておいた5本の細巻きの真ん中にだし巻き卵を挟み置いていきます。しっかり巻けたらラップを外します。ここからは同じように海苔の上に酢飯を置いて広げます。少し薄めに引いていきましょう。引き終わったら先ほど巻いたのを上に置いて巻いていきます。ここからカットしていきます。柔らかいので素早く切るのがコツです。カットの大きさは1本を10等分するのがベストな大きさです。飾り巻きも綺麗にできています。簡単に王子で巻き寿司ができます。皆さんもぜひ試してみてください。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。